皆さんこんにちは、うまこです。今回行う検証は、うまたんマルチで1、2番人気を軸にして単勝100倍以上の馬に流す形です。こちらは視聴者様からいただいたご提案でして、単勝万馬券の馬を狙ったことがなかったので、秋競馬が始まった今週ちょっと狙ってみたいなと思いましたので、採用させていただきました。ありがとうございます。それでは検証スタート。600m 頑張って内から来てくれ。2番手4番ジャスパースレイユ、3番手外6番サノノドンドンが2番手を伺って上がっていく。前3頭が半馬身の間隔4コーナーカーブ、残り400を切って4番手を外を持ち出していく。8番フラッシュポイント、第4コーナーを回って直線コース。前は2番スリーピース、ちょっと全然思ったより3上がってこないし、3番手は8番フラッシュポイント200を切って現在3番手、前との差は3馬身と差が開いてしまっている。前は4番ジャスパースレイユ、内番2番スリーピース、全然伸びてなかったもんね。前に出たのは4番ジャスパースレイユ、ジャスパースレイユ合理。2着は2番のスリーピース、まあこんなもんよね、3着は8番のフラッシュポイント。こんなもんよ、こんなもんよ。前は2頭で7番アンダーザライトと5番のハクサンミラクル、そしてその後ろから9番のプリマリスト、4番のチェンジオブハートと続いて4コーナーをカーブ直線コースに入りました。5番ハクサンミラクル、7番アンダーザライト、前は2頭で、その外からは2番のパートオブワールド、さらに外からは6番のニブルヘイム、4番のチェンジオブハートと追い込んできている。2脚を切っていて、前は2番のパートオブワールド、いやー9も全くやな。内から1番のスバローシチ、外からは各馬接近して広がってゴールイン、2番のパートオブワールド、1番スバローシチ、しゃあないよね。最後は際どい争いですが、わずかに2番のパートオブワールド選手が、前は8番ダイヤのエース、14番ブラウンディシジョンと2頭、大きく離れた3番手が16番ウィンハルモニア、外からじわじわ3番ダンスファイターが上がってきて、前は早くも 400m を通過、4コーナーをカーブ直線コースに入りました。いやーどうや、そっからブラウンディシジョン先頭か、うちでは8番ダイヤのエース粘っていて、前は2頭、ここで14番ブラウンディシジョンわずかに出たか、2番手8番ダイヤのエース粘っている、200を通過して3番手争いは15番16番ウィンハルモニアに迫っていった5番のフォンデネージュ、前は14番のブラウブディシジョン迫っていった16番ウィンハルモニア、外からは10番トレインザマインド、前は2頭並んだが16番ウィンハルモニアゴールイン。16って穴馬じゃない？2着は14番こういうのを買いたいよね。3着最後上がった10番のトレインザマインド、そうね。4投目あたり3番のノーブラアクトがつけて3コーナーをカーブしていきます。あとは9番のアステロイドメア、後ろに投げて8すんごい下がっていくやん、どうしたん。最高峰に6番のデイズオブドリーム最高峰です。3、4コーナー中間です。前は4番のサクラジングに外から並んでいきました。14番スウィーベモアと、さらには15番アブールドパリ、4コーナーをカーブ直線コースです。前は4番のサクラジェンヌ粘って、外から14番スウィーベモア、さらには15番のアムールドパリ、アムールドパリが外から捉えて先頭に立っていくか、間からは10番のミツカリビーナス、アムールドパリ、ミツカリビーナス、2番手、外からは9番のアステロイドミア、前は15番のアムールドパリ先頭ゴールイン。最後まで見るのがアムールドパリ制しました。ギュッとなるね。
カン、2番手スーッと上がっていく、7番ファンダム上がっていって4コーナー手前、3番手の11番のオースミラクル並んで外を通って3番シコリーか来てくれへんさあ400を切って第4コーナーカーブ直線に向きます。前は9番ダイヤモンド、2馬身とリードを取っていますが差を詰めていく、7番ファンダム2番手から前に並びかけていった、坂を上がっていく、残り 200m、 そして3番のシコリー、3番手から2番手を伺っている、そして10番のマイスターベルク、4番手見どころがなさすぎてな、追って3番シコリーは2番手、7番のファンダム先頭で合理、ただ馬たちが走っているのを見るだけの時間になってしまった。は15番のイルディビーノが続いて、2馬身差1番オーサムデアラー、さらには9番エキザル、後方には6番のレッツリブオン、最後方23番のグランドライズ、さあ4コーナーは直線へ、前は4コーナー集団で直線に向いた、前は広がって10番シークレットバー、先頭に変わって体半分1馬身リードを取られへんか、2番手は外から16番ベルートバント、大外12番のビクトリーロードが3番手から2番手先頭に並んでいく、あっさりとかわすかどうか、かわした、12番ビクトリーロード先頭、2番手は10番シークレットバウ、3番手は希望の押しが上がってくる、先頭12番ビクトリーロード合理、2着は10番シークレットバウ、まあね、3着は3番希望の押し。3番手が14番のレ14番ダノンティアラ、その後は1馬身差、そのに15番エフォートレス、バグンの間に12番のロチプライア、最内2番ビッグフラワー、固まって400を通過、からどうにかその後ろに6番のガルサブランカ、第4コーナーをカーブ直線コースへ、レッドロスタムが先頭、リードを1馬身半突き放す、ジーゲルが2番手、さらに内からはビッグフラワー、2頭の外からはダノンティアラ、そしてエフォートレス、バグンの間狙って6番のガルサブランカ、オーストラ3番ビッグアチェリー、坂を駆け上がって7番のレッドロスタム先頭、迫る3番ビッグアチェリー、2頭が並んでゴールイン、3番手が6番ガルサブランカ、さあ前2頭どうか。5番のマーゴットミニも先頭、半馬身のリード、15番カンチが2番手、16番スライスヘリテージ3番手、それに接近する8番ロードインフェルの外から、内からは13番カブランベイスの後ろから14番のブライテストドーン、残り400を通過、逃げる5番のマーゴットミニも直線コースに入りました、外カンチが並んでいってバビオンしろ、バビオンしろって、13番カムランベイガス今3番手、さらにスライスヘリテージ内からブライテストドーン200を通過、15番のカンチが抜け出した、外から13番カムランベイが2番、3番手には外、14番のスライスクリテージ、7番のコレクテイニアがぐんぐん3番手並んでくる、15番の漢字5番、15番漢字、見事人気に応えました。5番ランプシー、2番のデルマヤク、最後方7番のラブベティ、4コーナーのカーブを迎えます、逃げる1番のグラニット、1馬身半のリード、2番手には8番名称ラナキラ、3番手9番ルーチェロッサ、4コーナーをカーブ直線へ、なんか3番のグラミニア、そこからは4番エレクトリックブギが差を詰めてくる、間からは5番ランプシー、逃げる逃げる1番のグラニット、200を切って2馬身突き放す、内から8番名称ラナキラ、さらに3番のフラミニアが全く持ってこないね、この2頭は2番手争いまで、1番のグラニット逃げ切ってゴール、ああそうですか、鮮やかに逃げ切りました、プーだ。9番エアファンディタが最後方です、3、4コーナーのドルチェモア見返したれ、ドロバン先頭600を通過、リードは1馬身、6番エイアンソカースーッと上がっていって14番ドルチェモア、
さあ3頭が一覧で4コーナーカーブ、最初ポラストンビート、さらに外にはセルバーグと広がって残り400を通過、その馬群の後ろに4番のディオ、最内は3ライズロナウド、4コーナーをカーブ直前へ、さあ先頭は今度は下から6番のエア、誰か来てくれ、誰か、さらに外からはセルバーグと10番のアスコリプチェーナが追ってきた、最内は10番のコリプチェーナの坂を駆け上がって抜けたのは倍けど 15?15? 来い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 、させさせさせ、よっしゃ、これ刺したよね、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 刺して格の違いを見せつけました、刺したと言ってくれ。さあ前はさあ今回はね、相手が多いからさすがに来るやろ、並んでいった14番の武神、この2頭ただ待って、ちょっと待って、そのああその2頭でいったらが誰か来い、誰か、カルデア、さらにはああ頼むって、ターニングアップが内から、外からはコラリンが追ってくる、オーサル番競泳カンフ200を通過して、前2頭の争いから14番武神が抜けた、2番手に12番のインビンシブルパパ、あとは4馬身5馬身に離れて6番の競泳カンフが3番手、先頭は14番のブシンゴール、ちょっと待って、2番手が12番のインビンシブルパパ、3番手は6番競泳カンフです。全然やん、もう今回は約12万円のマイナスでした。いや一つね的中があっただけ良かったんですけど、あれがね1着2着逆だったらなとかね、ちょっと思っちゃいますよね。まあただ夢がある買い方ではあると思いました。改めてご提案いただいて本当にありがとうございました。今日もご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価いただけると励みになります。それではまた次の動画でお会いしましょう。最後に公式 LINE では回収率 120% 超え、さらに1ヶ月で300万円以上の利益を出した AI 自動購入ツールも期間限定で無料公開しておりますので、ぜひ動画下の概要欄より受け取ってください。それではまた次の動画でお会いしましょう。